さあ、ということで、フォールアウト4続きからやっていきたいと思います。すごいね、レーダーみたいな格好をしているんですけれども、まあ、それはね、気にせず。で、こっちは今、とりあえず、コアを抜いてあるので、まあ、なんだろう、車でいう鍵を抜いた状態なのかな？まあ、この、俺の戦車は、パワーアーマー戦車は多分今は動かないと思うので、まあ、この状態でね、一回中に入って、彼らに話を聞いてみたいと思います。ミニッツメンだっけ？ママ大丈夫か？大丈夫。お、ということで入ってきたんですけれども、彼らはこの入り口まで近づいてきたみたいですね。かなり素晴らしかったな。味方になってくれて嬉しいよ。あ、俺に言ってんのね、それ。タバコ自販機。これは開けられない。アドバンスドア開けられないと。まあ、ここら辺はあらかた見尽くしたかな的な感じはあるので、まあいいか。よし、みんな大丈夫か？みんなこの先大丈夫か？まあ、しばらくはな。少なくともこれで安全なところへ聞いてくれ。初めて会った時、ただの通りすがりだって言ったよな。これで考え直すかもしれないぞ。大したものじゃないが、これができる限りだ。あんたの努力お、フュージョンセル50とキャップ100。どういたしまして。どういたしまして。お安い御用だ。聞いてくれたから言うが、サンクチュアリに一緒に来ないか。そこに落ち着くまで、ぜひとも力を貸してほしい。サンクチュアリ、俺の家がある場所だけど、何をするんだ。そこで何をすればいい。強くいなきゃいけないよ。これまで通りに。あなたの運命にはもっと多くの意味がある。見えたの。それに痛みも知ってるわ。運命ってのは何だ。俺の運命？どういうことだ。あなたには時間もないし希望もない。でも全てを失ったわけじゃない。あなたの息子のエナジーを感じる。あの子は生きてる。何それ話を聞こう。もっと聞かせてくれ。あのね、自分の話がどう聞こえるか分かってる。サイトは不気味なの。それにいつもはっきりしてるわけじゃない。でもあなたの息子はどこかにいる。それにどこを探し始めるべきかは、私がサイトを使う必要すらない。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ、この辺りで最も大きな共同体。お、なんだ。ジュエル・オブ・ザ・コミン、ちょっと読めなかったですけれども、ダイヤモンドシティ。ダイヤモンドシティには何があるんだ。ショーンはそこにいるのか。もう疲れたわ。急だな。あと薬を持ってきてくれたら。サイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。ダメだ、マママーフィー。それについては話したはずだ。そのうち死んでしまうぞ。レスト、人は皆最後には死ぬ。私たちにはこれからサイトが必要になる。それにここにいる新しい友達にもね。友達ってのは俺のことか。行こうじゃないか。サンクチュアリが待ち受けてる。待ち受けてはいないでしょ。この友達のおかげで安心して出られる。本当に。これからマママーフィーが知ってる場所、サンクチュアリへ向かう。ほう。そんなに遠くはない。そうだね。知ってるだって。ハイになってみたあの幻覚のことを言ってる。ああ、幻覚か。はいはいはい。今またマママーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、骨折りゾーンのために出発するの。怒ってる。ちょっとみんな落ち着けよ。一緒にやっていくよな、マーシー。だったら次はどうすればいいか、もっといい考えがあるのか。誰かあるか。ではサンクチュアリということだな。名前通りの場所であることを願おう。あ、なんかスリできるぞ。さあ、もう行く時間だよ。なんだすごいすごい反論してたのに、急になんか忠実になったな。おい、じゃあ行くぞ。さあ、みんな出ていくんだ。で、俺はとりあえずあのアーマーを持って、サンクチュアリにアーマーをね、整備できるっぽいステーションがあったので、そこまでね、
持っていきたいかなと。おお、よし、じゃあ行こうか。出れるな彼ね。で、A ボタン長押しでこうやってね、持てることアイテムをね、こうやって持つことができるんですけれども、彼はここに置いておこう。で、そうだね、まあ、とりあえずこれに乗っていこうか。起動、あ、起動押すともう普通に入れてくれるのか。へえ。あのね、燃料があまりないのであまりね使いたくない感はあるんですけど、まあ、とりあえず持っていかないといけないので、よしよし行こう。燃料が 45% ほどなので今。おっと、あ、土のうを壊せるんだ、すごいな。破損もしくは破壊されたパーツはパーマーステーションで修理するか、ピップボーイで交換することができます。まあでもパワーアーマーのアーマー部分がね別に今も持ってないので交換はできないし、修理はステーションに行くまでできないみたいなので。これ何、みんなについていく感じ。まあだったらついていくけど。へえ。あ、なんかここにダッフルバッグが、ダッフルバッグがあるぞ。あ、こんなところに弾が。火炎瓶を持っていこう。 B ボタンは押さなくて大丈夫。毎回 B ボタン押しちゃうな、もう癖がついちゃってるね。タイヤレンチ、あ、これ犬の肉はもらっといた方がいいかもな。もしかしたらその食料として料理したらね、美味しいものができるかもしれないので。じゃあどうしよう、彼らに先立ってちょっと戻るか。ステーションをねあれしましょう、ステーションにこのアーマーを、パワーアーマーをね置いていきましょう。あ、こんなところにもお鍋が。あー、クッキングステーション。あ、ちょっと待って、なんかいる。うわ、いた。ちょっと待って、後ろに、ちょ、足の装甲が壊れたぞ。これラッドローチの肉、とりあえずもらっておこう。え、これ壊れたらどうなる。うわ、普通に装甲がなくなってる。浪費しましたけどね。これはおそらくそのさっき言う感じだとパワーアーマーのステーションまで行くと戻せると。多分これ走るとねものすごい勢いであれを消費していくと思うので、そこは気をつけないといけないけど、ここか。とりあえずここに移す。あれ、ちょっと待って、これって普通に脱げばいいのか。脱いだけど、あ、脱いだ、ここでクラフトできるんだな。なるほど。ということで、パワーアーマーをね、ここまで持ってまいりました。で、どうだろう、クラフトができそうなのでしてみようか。で、右足は今損傷してるわけね。これ修理いけるか。鉄4個で修理。はんはん。で、X で装備させると。ほん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 。これとりあえず、ボロみたいだから、ちょっと修理しておきましょうね。鉄は、結構持ち合わせてるっぽいので、あれ、胴体は、電気回路がない。ものすごい消耗してるけど、電気回路がないので、これ以上は修理できないと。電気回路が欲しいな。で、ちょっと待ってね。いろいろやることがあるので、その後、彼と合流しましょう。
さあ、ということで、とりあえずね、武器をまたちょっと良くしました。XWP-1 ハンドガンということでね。まあ、ウェポンという意味で、こう、ちょっと名前つけてみたんですけど。まあ、まだ試作段階っていうことではあるんですけどね。で、さっきの人とちょっと会話をしたい。で、必要ないアイテムとかはちょっとワークショップの中に入れてきました。どうやらね、ワークショップは各地にある場所を見つけると、その周辺にあるのも合わせてこう、多分ワープするのかな。まあ、バイオハザードでいうところのアイテムボックスと同じっぽい感じなので、まあ入れておきましたと。一緒に来てくれるんだな。嬉しいよ。まあ、一緒にここまで来たからな。お。素敵なところを見つけてくれた。ここに落ち着いて我が家ってやつにしようじゃないか。いいだろう。まあ悪くないけど、以前ここに住んでたんだよ俺。ああ、戦争前はここが好きだった。なんだって？戦争？それはいつの？200年前だ。ここに住んでた200年以上前に。つまりずっと冷凍保存されてたんだ。目覚めたのはついさっきだ。なんてこった。つまり古株のグールと一緒か。冷凍保存。誰か他に仲間はいるのか？男の赤ん坊を見たか。息子だけだ。こちらが身動きできない隙に誰かにさらわれた。男の赤ん坊を連れた人を見たことは。そいつは気の毒に。でもさらわれた赤ん坊なんて見たことがない。これからはもっと注意しておくよ。とにかくここにいてくれて嬉しいよ。こんなことを言ってはなんだが、他にも頼みたいことがあって。あ、本当に？ある居住地の住民が救助を必要としている。ほうほう。彼らはミニッツメンがどこかにいて助けに来るのを期待しているが、ほう。ミニッツメンが復活できる唯一のチャンスは頼りになる存在だと人々に知ってもらうことだ。だが困ったことに、ここでの仕事が忙しくて。居住地の救援に向かってくれないか。あ、俺がね、俺が行くのね。まあいいよ。喜んで。素晴らしい。ミニッツメンにはあんたのような人がもっと必要だな。なんか、ところで、お、レベル上がったのかな。おお、はいはい。スタージェスと話をしてくれ。すごい経験値入ってんな。ほうほう。ものすごい経験値をもらいましたけど。で、スタージェスって人と話すと、またさらにね、テンパインズの断崖の入居者と話すみたいな感じになってますけど。ねえ、はい、ちょっといい？はいはい、なんですか？何があった？何があったんだ？早い話が、クインシーの攻撃から逃げてきたんだ。ほう。以前はもっと仲間がいた。ああ、なんか最初話してたやつか。行ってしまった。ほう。気持ちはわかる。その気持ちよくわかるよ。俺も失った人がいるんだ。でも君も僕もまだここにいるだろう。前に進まなきゃならない。彼らのために。ん？それだけ？ねえママ。突然話しかけてきてそれだけか。あ、で、ここに、あ、なるほど。ワークショップにね、入れたものはやっぱりこういう風にこっちに入れたんですけど、ここにね、入ってたので、まあ両方ともこれ、そうだね、武器とかも、まあ基本こっちに荷物は入れておくっていう感じになってくるんでしょうね。まあそうすると別の場所でもこう引き出せるようになると。ほうほう。さあ、ということで、ここにね、みんな集結して、新しくこの、なんだろう、この、いろいろね、あ、スタージェスと話すとか、クエストが追加されたんですけれども、ここら辺は終わって、でもまあ、まずね、その前に、ん？スタージェスってどこにいるんだ、そもそも。ていうかまあ、その前にね、この家のあたりを、少し、いろいろなんか、作ってみようかなと。あ、これがスタージェスか。ちょっと話してみるか。何が必要だ？何をすればいい？じゃあまず本物のベッドが欲しいな。もう地面で寝るのはたくさんだ。まあいいでしょう。喜んで。そいつはいい。
みんなが屋根の下で眠れるようにしてくれ。うん。この辺の家はかなり古いけど、まだまだ使えるはずだ。まあ確かに。あそこに作業台がある。何か必要なものがあったら大声で知らせてくれ。大声で知らせる。で、ちょっとね、お家を作っていきたいなっていう感じなんですけれども、満足度がすごい下がってて、食料、水、防御と寝床が足りなくなってるんですけれども、まあまずは、人間が5人いるので、まず寝床をね、言われた通り作ってみましょう。多分家具、あ、ちょっと押さないで、押さないで。家具の、これベッドだね。ベッド。で、鉄と布、あー、いっぱいあるから、ちょっと綺麗なベッドとか作りたいんだけれども。あー、これは布だけでできるのか。これか。多分これがね、結構いい感じのベッドなんじゃないかなっていう感じなんですけれども、ちょっと置こうと思ったらそれはそれで大変そうなので、まずはこの中をね、掃除するところから始めていきましょう。さあ、ということで、ここら辺ね、ある程度綺麗にしたので、ベッドとかを設置していきたいと思います。まず一つ。で、ちょっと狭いので、隣り合って二つ目。で、ここにね、三つ目。ちょっとね、ここトイレとかだったんですけど、ちょっとワンコ出てくんないかな。ちょっと、ワンちゃん出て。ここにベッド、置く。タバコを失いました。まあそれはいいんですけれども。で、最後の一つがちょっと離れてしまうけど、まあここで5人。よし、これで寝床ができましたね。 OK、 寝床はできたぞ。気に入ったよ。お、これでみんなしっかり眠れば士気も上がるぞ。そうだね。どういう意味だ？どういう意味だ？井戸みたいなものがあれば。どういう意味だってどういう意味だ？おお、なるほど。水は健康に悪いだろう。確かに。で、いやー、別に話しかけてないです。で、次はちょっとお水が欲しいみたい。っていうか、まあ、お水がね、足りてないので、食料と水が足りてないので、まずは水を作ろうか。おそらく資源だね。資源の中で水で、リソース、あーで、電力が来てるの？電力が来てなさそうだから、まあそうだね、これをどこかにこうつけたいね。あー、ここら辺につけられる。じゃあこの裏手かな。ちょっと、あ、スイカ鳴ってるじゃん。じゃあなんかここら辺がいい。ああ、でもここ畑にしたいな。ここ畑にしたいから、ここにつけよう。よし。あ、セメント持ってきといてよかったね。お、スイカスイカ。多分このスイカが食事っていう、今ある食事っていうことになってくるんでしょう。ゴード。なんかよくわからんもんがいっぱいあるけど。木はちょっと伐採しておこう。で、この倒れてしまった、この柵もちょっと壊して、しっかりしたのにね、作り直しましょう。まあどうでしょう、こんな感じなのかな。で、とりあえずここに入り口は作ってみました。 OKOK。 まあとりあえずこんな感じでね、お庭は作ってみます。囲み直してみました。とりあえず網でね、木の枠はちょっと作り方わかんなかったので。で、次にやってほしいこととしては、あ、またスタージェスと話せばいいのかな。うん。いやいや、戻ってきたよ。スタージェス。気に入ったよ。これでみんなしっかり眠れば。あれ、さっきと言ってること変わってなくない？次に必要なのは、綺麗な水を確保することだ。ほうほう。とりあえず、水を確保したとは思う。あ、まだもうちょっといるのか。任せてくれ。綺麗な水か。任せとけ。ありがとう。
で、水と食料がいるんだけど、ワークショップで。もう一個水が、リソースで水が必要になってくるのかな。あー、これギアが足りなくなっちゃってるけど。これはもう電力があればなんかこういろいろ作れるみたいなんだけど、ちょっとじゃあ電力も作ってみるか。なんか大変だな。大変だな。あー、なんか自動で働き始めてくれるらしいみたいなことが書いてあるので、まあ大丈夫でしょう。で、現状ね、現状いろいろ足りてないんですけれども、これ以上作るためにはこういろいろアイテムが必要になってくるので、うん。まあ、ここら辺を探索するのも手だけど、ここら辺にあるサブミッションみたいなのをやっていくのもいいかな。サンクチュアリ。水がまず足りないから、そこをなんとかしつつ、じゃあ、これだね。テンパインズの断崖の入植者と話す。これをちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、とりあえず移動しようか。いやー、なんかね、目的地までちょっと歩いてたんだけど、なんかね、採掘場みたいなところを見つけましたね。シカットエクシキベーションズみたいな場所を見つけたので、ちょっとここを見ていけたらなと思います。まあ基本的にね、その、クエストをやるってのも大事なんですけども、こういうところのね、探索とかも大事になってくるので、うんうん。それにね、まあこのゲームは探索するのが主な楽しみ方っていうところではあるので行っててで、歩いてくる間にね、マッドフルーツとか、まあ数個ね見つけたので、それもまたあのあっちに戻った時に植えられると、あそこに住んでる人たちのその食料がね、また拡充していくんじゃないかなと思いつつ、こっから降りていけるか、足滑らせて死ぬのだけは嫌なんですけど、まあワンちゃんはね、太郎丸はちょっと来れないかもしれないですけれども。あー、なにこっちから来るのが順路だった、そうっぽいな。あんなところにパラボラもある。いやー、これ寄り道がはかどりますね、やっぱりこのゲームは。よいしょ、降りてで、まあここも降りてこれ多分どんどん下に行って最終的に一番下まで行くと、多分その採掘的な場所が、採掘用のサイトみたいなのが出てくるとは思うんだけど、どうなんでしょうか。あー、でもなんか水がすごいことになってんな、これ大丈夫？ラッド食らう？あーすごい。ラッドの量が半端なかった。1秒で4ぐらいなのかな、あれ。ワークベンチの中に詰め込みに行くっていう感じでも、あ、そういえばグロックナック、そういえばまた読んでねえな。タブータトゥー。最後。お、新しいユニークな顔用のタトゥーをアンロックしました。へえ。しかし、どうやってそのタトゥーをつけるのかがわからないですけれども。あ、歯磨き粉なんてあるぞ。この時代だと歯磨き粉結構レアなんじゃないの？ん、あ、誰かいた。え、誰？サリー・マティス。協力しないのなら向こうへ行ってくれ。いや、協力も何も。すみません。ギャップを稼ぎ。お、何？やることなくてボケっとして。まあそんなこともないけど、なんだい？金を要求する。金をよこせ。助けになれると思う。もう少しキャップをくれ。そうだ。もう一つ。50キャップ。やめるか。まあ50キャップもらえるんだったらまあいいでしょう。何をしたらいいんだ。ポンプの調子があまり良くないが、電源は入るはずだ。はあ。連結部で漏れが発生してるのは間違いない。なるほど。おかげで仕事に追われてる。直せるか。漏れ口は水中にある。え？気泡を探せば見つかるはずだ。水中はやばくない？水中はやばくないか。しかも気泡。ああ、そこね。あそこと多分、この正面と、あとあそこか。え？水の中はちょっとえぐくないかい？水の中に潜って欲しいと。そのくせにな、なんかこう、ちょっと上から目線なんだよな。まあ、先にね、金の交渉をし始めたのは私なんですけれども、ちょっとじゃあセーブして潜ってみるか。
しよしよし。うーわー、もう体力は半端ないことになってるけど、ちょっと上がらせて上がらせて。毒味とかなんか見つけた？おー、それはありがたいけど、そんなとこ？え、来いって来いって言ってんのそれ。そこで何見つけた？何見つけた？何がある？え、なんもない、なんもない。ちょっとこれは体力やばいので。なるほどね、ステータスからラッドアウェイをね使いたいと思います。どうかな、ポピ。これで、あー、ラッドがみるみる減っていくけど、体力がものすごい。あ、まだ足りない。ちょっともう一回使うか。よし、これで大丈夫でしょう。これでおそらくある程度、おお、オッケー。よし、ラッドローチじゃない、モールラットのお肉すごい美味しいので、これでね、こんなもんでどうでしょう。さあ、締めてきてやったぞと。ここのポンプの流れを変えた。締めてきたよ。し、え、それだ。お、任せたぞ。ポンプ端のスイッチを入れ。これか。これね、入れるよ。おお、動いた。何どうした？あ、ちょっと待って。なんか出てきたな。ちょっとなんかすごいの出てきた。ソフトシェル、マイアラーク。ちょ、いっぱい出てきた。ちょっとあのおじちゃん死ぬ。大丈夫か。ちょっと俺が死ぬ。ちょっと待て。ちょっと冷静になろう。リロード。あー、くそ。ちょっと待ってね、これご飯食べちゃうから。ご飯食べて、ちょっと犬をいじめないで。リロード。こんな時の、おじちゃんどこ行ったの？おじちゃん。ちょっと、もう一回ご飯食べよう。よし。よし、一体倒した。オッケー。ナイス。ちょっと難しいな、これ、戦闘が。あ、足に重傷を負い、走れなくなりました。マジ？ちょっと、犬が血吐いてる。あっぶな。気持ち悪いって。わあ、もう、ショットガンなくなったじゃん。ああ、もう全然走れないよ。これ、重傷って、そのままほっとけば治るのかな？まあ、仮に治ったとしても、これ、良くないよね。良くないので、ちょっと、これで、ステータスで、うわ、もう、ボロッボロ。ボロッボロなんですけど。これで、スティムパックを、あー、これで治ったのかな。あー、スティームパックを使うと全体的にあれなのかな、回復してくれるのかな。ちょっと足の状態がよろしくないんですけど。ちょっとジジイ、こんな話聞いてないぞ。方法がある。おう、あ、ほらな。あ、マイアラーク。おう、起こしちまったのは道理だな。いずれにせよ他を修理しなくちゃならない。まあ俺が水に潜って直してきたから。お、出発の前にこれを持って行ってくれ。まあたったの50キャップね。いや、もうそれでもありがたいですけど、ありがたいけども、ちょっと一回寝るか。これは寝ないとまずいな。あー、ここは違うか。で、レベルアップもしたので、レベルアップをしてそれから一回寝ましょうか。とりあえずね、これもストレングスがマックスになるので、まあ、ストレングスマックスにしておきましょう。これでもうストレングスは上げられない。で、次上げていきたいのはやっぱ銃を多く使ってるので、このあたりかな。うん。このあたりのその、武器の攻撃力を上げていくやつをつけていきたいね。もしくはピッキングの能力を上げたりとか。おお、体力がマックスになったぞ。そんなバカなことある。そんなことあるかな。
いやー、恐ろしい敵が襲ってきたもんだ。こいつらの肉からなんか作れないのかな。あー、多分マイアラークってのはミルレイクのことかな。うん、多分ね。卵とかいろいろいるわ。クイーンとかいるのか。あ、ローストしたマイアラークの肉は作れる。オッケー。さあ、これで食べれるものになったはずですが。で、ミッションがね、ある方向へ進んでいきたいと思うんですけれども、結構時間的にいい感じにはなってきたのかな。まあね、こういうミッションもあるよっていうことがね、分かっただけいいですね。じゃあ次回はここまで行って、そこでね、話が始まるところから続きやっていきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またな。